ウィニングイレブンファンの皆さん、こんにちは。本日の実況は私、真鍋優です。サポーターの大きな声援に応え、鮮やかな青空が一面に広がっております。この試合に勝ってナビスコカップタイトルを手に入れたい。ジュビロ磐田ピッチに入ってきました。ホームのジュビロ磐田スターティングイレブンは、ゴールキーパーは大神。ホイッスル、試合開始です。前半45分始まりました。両雄の対決、どちらが勝ってもおかしくありません。パスをつないでいきます。ドリブル、タッチを割りました。さあスローインです。奪った、大きくクリア。守備には定評があります。後ろに戻します。おーっとシュート、ポストに当たった。大きくクリア、ナイスディフェンス。細かくつなぎます。短いボール、ここからどう持っていくのでしょうか。執念を見せます。ゴールラインを割りました。コーナーキックです。これは一つ、ゴール前に水色のユニフォームが集まります。どこを狙ってくるのでしょうか。ゴール前に水色のユニフォームが集まります。クリア、ここは回り込んでいます。大きくクリア、どうにも攻めきれません。ゆっくりとパスを回します。今のはレッドでもおかしくないでしょう。名古屋グランパス、これは大事に攻めたい。フォローが欲しい。細かくつないで、そしてパスをつないでいきます。速いパス回し、フォローが欲しい。細かくつなぎます。強引に切れ込む、守りが甘い。ゴールラインを割りました。ゴールキック、短いボール、短いボール、チャンス、チャンスです。逆襲です。シュートだ、キーパー狙った、大きくクリア、攻めきれませんでした。さあスローインです。ゆっくりとパスを回します。一旦下げます。細かくつないで、サポートが遅いですね。激しいアタック、さあスローインです。タッチを割りました。さあスローインです。クリア、フィニッシュの形まで持っていけない。前半終了です。両チーム互角の展開でした。キックオフのホイッスルが鳴りました。後半45分始まりました。こうなるとベンチの動きが気になります。ジュビロ磐田、右サイドを意識しています。後ろに戻して、そしてサポートが遅いですね。パスをつないでいきます。速いパス回し、前線に出して、10分経過、速攻速攻速攻、強烈な左足、ゴールラインを割りました。さあゴールキックです。細かくつなぎます。途中でカット、
たいボール。チャンス、チャンスです。いいリズムです。20分経過、名古屋グランパス守りを固めています。後ろへ、当たりが弱い。ゴール、ゴール、素晴らしい、やりました。キーパー及びません。サポーターも盛り上がってきました。リプレイで出ています。中山、いい時間に得点を挙げました。細かくつないで、速攻速攻速攻、そしてパスをつないでいきます。飛び出した、クリア。守備には定評があります。さあスローインです。強引に行った、簡単に突破されました。大きく上げた、大きくクリア、ナイスディフェンス、速いパス回し、細かくつなぎます。サポートが遅いですね。短いボール、残り5分、ここは持ちこたえてほしい。ファールです。ここでファールは厳しい。名古屋グランパス、得点の糸口にしたい。慎重にボールを置きました。ゴールラインを割りました。ゴール守備の岩田、選手交代があるようです。鈴木アップしています。誰と変わるんでしょうか。高原ベンチに下がります。鈴木入ります。クリア、ここは回り込んでいます。いい感じです。審判が時計を見ている。ロスタイムに入りました。クリア、攻めきれませんでした。さあスローインです。選手交代があるようです。清水、今レフリーのホイッスル、ナビスコカップ優勝です。素晴らしい、見事トーナメントを制しました。白熱した展開に思わず叫んでしまいました。満足できる内容だったのではないでしょうか。そろそろお別れの時間がやってまいりました。また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。今日の感動の余韻に浸りながらお別れさせていただきます。実況は私、真鍋優でお送りいたしました。